マイク事故で最初の5分間だけ撮れてて、うん、あと残りのホール撮れてなく音声撮れてなかったんで、アフレコできます。声優や、しかも今地声で頑張ってるんで、はい、ちょっとね、皆さん聞こえづらかった、ほんまごめんなさい。風も強いんでね、ちょっと大きめに喋りましょう。ちょっと声張ってこう、ちょっとマイクの調子悪いですね。中学校の部活ぐらい声張ってこう。挨拶、はい。狙い目はこう見ての通り右絶対あかんからな、はい、もう左サイドで行くわ。こういう時はもうな、左のラフでもいいよぐらい、はい、完璧です。ナイスショットです。ナイスショットです。ありがとう。いいですね。で、なんか携帯持たされるっていう。これマイクです。マイクです。毎回軸持っとったの？はい。ダブルチェックやん。西畑さんの iPhone とアダオの iPhone で。ちょっとマイクの調子悪いのはあれですね。困るな。これほんまアフレコって絶対大変やろうな。そうですね。だからその場その場の感想を言い合って、これ言ってるんじゃないかっていうところを。でもアニメとかみんな好きなんで、はい、ちょっと楽しみちょっと楽しみ、ちょっとやりましょうか。ほんまはなんかもう自分で言ったであろうセリフを言いたいぐらいかな。そうですね、理想はね、重ねていきたいぐらい。ちょっとアラオちゃんめっちゃ前や、だいぶ前ですね。やねんけど別に狭いから前やから楽ってわけじゃないのよね。宮城蔵王さん、それがゴルフですもん ね。ここはちょっとアラオくんしっかり声出していこうか。はい、しっかり声、まあ、声出していこう。今日野球部の部活の撮影かな。高校に戻ったかな。はい、というパワー4 402ヤードレディースティーですね。では行きたいと思います。はい、こんなに前で言うのかな。なんかアラオの録音の履歴さ、中国語すごいねんだろ。全く読まれない。じゃあドライバーで。はい、何ですか。まさかのそこやった自分のボール、めっちゃ飛んだけど落ちてんけど、どんだけ前やろ。悔しすぎるわっしょ。もう後ろの組も来てるし、もうマイク壊れるし、もう最悪ですよ。ピンチをチャンスに。アラオカメラマン、はい、セルカボをやっとき自分で。これでセルカボ、まあまあむずいっすよ。セルカボむずかった、多分全然アングル違うと思う。はい、ほな行きますぜ。はい、ちょちょっと行くか。3ラウンド。ちょっと始めてください。なんでか知らないですか、頭出ました。はい、ピン狙い。はい、ピン狙い。ピン狙い、3番アウト、呼吸を整えていきましょう。はい、左足上がりはね、ヘッドアップしやすいので頭残していきます。このワンポイント大事。はい、大事。超完璧です。よきまる。マネショットです。今3ウッドです。3番ウッド。朝の練習から調子いいですよね。調子だけいいね。一応でもなんかスローが出ちゃってるからね。だからそのうちちょっと潜りますから。待っててみんな。お昼ご飯のためなら頑張れる。今日お昼食べていただき。今日お昼マネジメントあるんですね。何？お昼マネジメントあるんですね。お昼マネジメントあるんだよ。大盛りで。大盛りで。朝ごはん食べてないから。ちょっと痩せたと思えへん。何、西畑さん。うん。僕わかんないですね。マジで。え、痩せたんですか。痩せたよ。1週間で3キロぐらい。なんで？食べなかったんですか。太りすぎて身動き取られへんことに気づいて最近。何ですか。頑張って痩せようと思ってさ。ここら辺かな。多分あそこ上に側溝あるんですよね。あ、側溝に本土入った。多分。じゃあ行きましょう。200ヤードぐらいあるんで、200ヤードないぐらいかな。6万円で。ライが悪いんで、当てるだけにしてきます。超つま先下がり。
やばい。ではちょっと行きましょう。一台一台はまあまあ必死なんですけど、ちょっと危険ですね。ここ離されちゃうと話になんなくなっちゃうから、皆さん期待しててください。西畑さんしっかり任せて、西畑さんからクラブ送ってもらえるようにするんで。では西畑さんへと、ちゃうから。そうです。縦の距離感本当すごいですね。いや、バディおるから。みんなのバディがついてるから。やっていきたいと思います。マジで速い。15ヤードです。ちょっと今日飛んでないんで、52度で。優雅に行ってもらってます。ちょっと僕は良くないですね。絶対に負けられないんですけど、ここはあっても1打差離れられるぐらいで、視聴者さんのために頑張りましょう。そうですね、いいですね。西田さんはいい感じのバーディーパットをね、決めたんです。ではちょっと聞いちゃまですけど、20ヤードぐらいです。うまい。え、早い。ちょっとまあまあいいところに落としたんじゃないかなって思ったんですけど、ほぼ出かけるという。12メーターぐらいですね。フックラインです。ん？全然曲がらない。ちょっとね、嫌いなスラよ。スラ上り。僕的にはここ大事なパットです。ボギーパット、ジャストタッチぐらいで。ボギーです。ナイスボギー。ありがとうございます。入りました。見なかった今、多分西野さん、あ、ありがとうございます。見てなかったと思うんですけど、めちゃくちゃいいパットでした。マジで、はい、下りのナイスボギーやな。ありがとうございます。これで4連続ボギーですね。2打差に離れてしまいましたが、ちょっと先行きましょう。はい、OK。 はい、4ホール目、第2話1ホール目終わりましたが、はい、ナイスパーでした。地声が大変です。そうですね、ちょっと大きめな声で、はい、ちょっとマイクをいただきますね。でもね、まだ2打差なんで、そう、まあ、バーディーここでしっかり取ってきたいと思って結構強気のパターやったんやけど、弾き返されました。いや、あれピンなかったらやっぱ入るんですかね。でもね、あそこまでああ、まあでもど真ん中に入ってくれたら多分入ると思う。なるほど。ああやってピンを抜くプロもいれば、うん、抜かないプロもいらっしゃるじゃないですか。確かに。あれって西田さん的にはどう思います？でもショートパットは抜いた方がいいと思う。ああ。結構入ったやろ今のはっていうので結構蹴られる人多いから。そうなんですね。ショートパットって強気で狙うやん。はい、狙います狙います。だから直せ
動距離長くないですか。長い。さすが山やな。山なだけあるわ。オッケー。うん。サンキュー。一分運転しました。マジで。はい。大丈夫。はい。パー4363ヤード。来ました。これ何、第2話の 2話目？そうですね。5話の、5ホール目です。5ホール目。やっとなんか正常なあれですね。西田さんの。タイミングというか、いつも通りになってきたから、ね、いいアプローチで出て、いいパッティングも出てて、そう急ぎ姫やったから、ね、たよし、じゃあ次ここはね、右のラフ上空狙っていきたいな。右のラフ上空です、ね、なんかあれやな、ほんまグリーン方向やな、はい、グリーン方向からドローで帰ってきて、ド完璧。ナイスキックや。ナイスです。あいつ生きてるな、絶対。あいつ生きてるで、うちの言うこと聞いてるもん。帰ってきた。今キックしてこいと。そう。心の声が聞こえたみたい。左キックしろって言わんばかりのキックでしたね。そう。ナイスです。ナイスショット。さあ、ラオ君続いていきましょう。はい。はい、ではパー4292ヤードのパー4です。ここはしっかりドライバーで打っていきたいと思います。左のキーピンだけ注意ですね。やはりあの右肩下げると欲しくてこう。はい。では僕もあのキーを目指して打ってきます。いい感じになってきましたよ。大丈夫かな。最近のマイブーム。じゃあガピー。うん。西田さん、あの撮影中でこっち見てもらっていいですか。もうやめてよ。ずっとこんなんもう。視聴者の皆さん、ここを求めてますから。あ、そう。まあ私天然記念物を見るような目で見んといてくれよ。何ですかその保護されてる人みたいな。最高やなと思って支配人さんの言う通りほんま綺麗な景色やわ。景色を楽しみながらゴルフできるのって一つの醍醐味じゃないですか。おやつ食べながらほんま最高。そこ大事なのかちょっと分かんないですけど。オッケー、ありがとう。サンキューマル。さあさあさあ、141ヤードですね。 GD が一番疲れる仕事してるからな。そんなことない。カメラマンを前にいる人でよかった。向けない人ですよ。なんとこの人寝るのね。最近寝てるんですよ。マジで、はい、サウナ行くようになってから。あ、寝れるようになった、はい、あれサウナってさ体力使うらしいからな。めちゃくちゃいいですね。だからサウナ行きほんまなんか今まで不眠症だったらしくて。じゃあ不眠症の人おすすめです。そうなんだ。めちゃくちゃいいです。寝れるようになったらいいですね。123てるデカめのマイクが気になるけどね。やっぱ今マイクないんで、皆さん一覧見ていただいてる方わかるかと思うんですけど、トラブルでなあ手持ちマイク。それしかもうちのプライベート iPhone 入ってね1個。申し訳ない。みんなで携帯多分6台ぐらい持ってるような。1人2台ぐらい持ってるから。そうですね、仕事用と。
でも全員充電ないって入れてこいよ。撮影、いやもう 100% できたんですけど。あ、そう、やっぱ撮影ですよね。私プライベート 80% で仕事用のやつ 15% しかない。 やる気ないでしょ。いやいやいや、できてへんかったんやん充電残りもうないやんですね。残りって見ていきたいと思います。48ヤードです。いや50度です。熱してから行きます。どうぞ。なかなか皆さんリボットが直さないですね。そう、ちゃんとね、皆さんどのコースを回ってもちゃんとピッチマーク直していきましょう。よし、あるじゃない、なんかちょっと下りやん。私結構激ムズやで、マジで。順目ですか。スパです。すいません。では、バーディーパット打たせていただきます。絶対にここねじ込んで。そうですよね、近い。すごい、いや、いいラインやな。近い。これ、ツーペナでどこ狙うのよ。スパートが詰まってるんで、僕だとストライクに見えるんですよね。あんたのバーディーパットやったら口出してるときは、ちょっと右縁狙って打ってみます。ちょっとフックだと思うんで、ジャストタッチぐらいに。はい、お早いのよ、触っただけ。ほんまやな、私。え、西畑さん、私は思いっきりフックしたやん。はい、今曲がんなかったですよね。でもさ、目がさ絶対こっちなんですよ。パッと見て左から右流れてるから絶対右。そこで操作されてたんですね。操作そっちがだからもうほぼストレートぐらいにしっかり見えます、ね、今スラしたからな。強い強い。ボギーです。ちょっと。ちょっと。よくない。ええって。ええよ。これ三打差ですか。あの人も入れたい入れたいがさ、もう先走ってもう強気やもん。誰かみたいにほんまトロトロしたパターンやったらあかんで。パター力っていうんですかね、パターのパス力、まあ、やっぱりすごい大事ですね、まあ、ちょっとほんまグリーン難しいからな、ここはな。でっかいカット乗りますか。はい、もらいます。今回の、提供していただいているゴルフバディさんの距離計はどうですか、使いやすいですか。使いやすい。バディさんはね、あのいろんな今メーカーさ、左いろんなメーカー使わさせていただきましたけど、そういうメーカーってか、バディさんって結構、はい、比較的お手頃っていうのは、そうですね、リーズナブルですね。結構ポイントとして高くなって、なんかいろいろさ、他の、まあ多分 YouTube 見てもらって分かるんですけど、はい、いろんなメーカーさんも使わせてもらってるんですけど、はい、やっぱ価格に応じてちょっとやっぱり、なんやろな、プラス
ラスでこう価格が上がるほど、うん、やっぱりなんかこうプラスでまた機能がこう足されてるなっていうところはまあ点でいいんですけど、はいはい、なんかまああんまりさ価格抑えたいよ言う人はバディさんの結構あの出してるものってすごいいいよね、うん、おすすめな感じですね。おすすめだと思う。これがこう一番そのお値段優しめのやつなんやろ。そうですね、もう2万円切るぐらいの十分。まあなんかほんま手ブレする人は、はい、多分もう一個だとグレードあるみたいな、そうですね、ワンランク上とかのやつを選んでいただいていいかもしれないですね。いや今日手ブレにしちゃったらこう脇締めてる両脇自ら手ぶれ防止。そう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 。では501ヤードパー5です。右の方には最終ホールになっております。こんな崖みたいなさ、ちょっと景色見てください皆さん。もうなんか綺麗よほんまに。空に向かって打つんじゃないかってぐらい綺麗ですね。狙いはね、はい、アランプンのね、あのティーグランドです。今日全体的に上げてますね。こういう風のホールっていうのはね、はい、風をね、何に見せてるか言ってる、考えない。ちょっと前のめりやって聞きましたよね。例えばマイク大事なんでしっかり言ってくれると思ったら、でもほんまにあんま考えてダメ、うん、打ち出したいとこだけ考えてしっかり気にすることじゃない。あと余計なこと考えない、はい。故障してみんなに迷惑かかるでしょ。西畑秋穂チャンネル、そうみんな楽しみにしてくれてるって言うからね、ちょっと来月とかしっかり撮影日設けちゃって最近ねなかなか撮影できてなかったですね。そうやね、10月すいませんでしたね、ほんまにね。これはちょうどだから11月あったよな。そうですね、11月の418のパー5言うと、まあ普通かちょい短いぐらいか。6番ホールパー5、レディスティア、418ヤードです。で、はい、右肩だけ下がらないように打ってきます。レッスンちゃうから楽やな、こんな持ってられるもん。負けたら大盛りですからね。はい、ちょっと今バーストしてくれましたね。はい、じゃあ行きましょう。バーストってどういう意味？バースト？バーストさせる、爆発とかですかね。どうなんだろう。ブーストは？ブーストは加速させるみたいな、おそらく。さすがやな。わかんないですよ全然食べさせてもらわれすごい段差で死んでまうわ。であのよくゴルフ場によってはあのカートのスピード出るとこと出ないとかってするじゃないですか。あるな。面倒さ出ますね出るいやさすがやな、やっぱり山やからやっぱり滑走とね、やっぱり滑走とか勝手に走っていけばカビカビになるっていうほらい畑さんのボールどこ行った。あれか、ちゃうな、出たよな。まあパワフルやからこんな前なわけない。さあここはね3番ウッドでいきますよ。はい、大
左足下がりなのでボールを上げようとせず、これ頭残してピン方向に行きます。ナイスショーです。いやー、ちょっと1球目多分なかったんで OB で次、4打目ですね。打っていきます。これピンどこだ？あれか。ちょっともう打ち上げで見えなくなるので先に測っちゃいますね。192ヤード。そんなに170と190どっちも出てるんで7番で打ちます。じゃあファーストでいきます。バディ行ってください。手持ちマイクでございます。49。結構ピン手前ですね。なあ、でも奥ほらマウンドなってるから45ヤード奥マウンド受けてる感じですね。45ヤードしっかり。はい、ナイスオンです。ナイスもらっていいんだな。別に今私ジャストしたと思ってるけど全然足りんかったな。今58、45やから7割ぐらいの位置から振ったと思うんやけど全然足りてないわ。バテたんやな。もうな疲れたんやにしようと思って。乗った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 ようなもんや。こんなこっそり言うんですけど恥ずかしいわ。疲れた。でね、ピッチマークは直してから行きます。いや、さっき5番と7番で迷ってたんですけど7番で正解でしたね。5番で打ってたらどこまで行ってたの。ほぼピンタイ。もう発生な。はい、ちょっとよくわかんないんで BGM 聞きようか。クリはもうすごいね。20メーターぐらいです。結構多めにフックラインでやります。ピンが半分ぐらい。強さは最初下るんで。足りなかったですね。いやー、ここのグリーン難しいです。もうパター下手くそな僕からしたら鬼グリーンです。じゃあ西田さんどうぞ。45ヤード大ショート外野から行きます。これあれやろ、動画でやったやつや。カラーから。そうですね、マイナス分マイナス分の詳しさを見てください。乗っけておきます。僕はこれボギーパットです。いやー、あの OB 痛かったですね。しっかり切り替えて登ってるのでワンカップ右ぐらいを狙って打っていきます。
ナイスパット。あざす。ボギーです。マジ？オービーボギー？はい。ガッツやん。お前カッコつけてたのですよ。さあ、これは。今振り返ったらなんかすごい松山英樹さんかってぐらいのガッツポーズ出しましたよね。しっかり昨日一昨日どうぞ見てましたね。マジか。はい。皆様スーパーショット見てましたから。やっとったな。やっとったな。それやな。では、第2話終了でございます。はい、終わった。もう結構西夏さんバテてんねんけど、すんごい後ろにさ、羊追いのように追いかけられて今すいません、お待たせして。めちゃくちゃやん。あの大仕事はもう疲労のせいですわ。そういうことにしとこう。西夏さん、今日は全体的に調子は悪くないですか？そうやな、なんだかんだ、はい、あんまり自分のゴルフには今集中はできてないんですが、がショットが悪くない。まあ、なるほど。あの最初のホールがあれやったな。すごい道すごい道アトラクションの上から実況。最初のホールがちょっとね、なかなかもったいないミスが出ましたけどね、うん、そこからもう立て直しますもんね。7、8、9で横幅でいいから1個でいいかバーディー取って流れを変えていきたいよね。僕はちょっと離されてるんでしっかり近づけるにやっていきます。わっしょい。では、はい、第3話へ、はい、あ、もう終わりこれ。終わりですよ。第2話終わりやったんや、はい、ごめん閉めてへんかったほらまた次の動画でバイバイ。絶対に僕クラブ自腹やだやだよ。